敵基地攻撃能力の保有について、日本政府が必死に検討していることは、すでに多くの軍事アナリストも承知しているよね。国民の間にもその話題が周知されつつあるし、一部の左翼系活動家が戦闘反対と煽っているのもあって、少しずつ話題になりつつあるよな。ここに来て、日本政府の重い腰もようやく上がり始めたみたいでよかったよ。敵基地攻撃能力の保有と戦闘機での敵基地攻撃について閣議決定されるまでに至ったからな。明日にも攻撃を受けるかもしれない、そんなリスキーな状況であることを、どれだけの人々が理解していたのかはわからないが、自分の国は自分で守るという、当たり前のことを実践することは大切だぜ。それを躊躇させるようなことは、国内からでも他国からでもやめてほしいよ。そうだね。さて今回は敵基地攻撃能力の基本と、それを取り巻く周辺国への影響などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。皆さんは、ウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を、リアルタイムに目撃している時代の証人になっているよね。そして、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情だよ。そもそも、明日の朝、北朝鮮が日本を攻撃すると言われて信じる人間が何人いるのかな。2000年代に比べれば信じる人もいるだろうけど、その人たちはこうも言うんじゃないかな。アメリカと自衛隊がいるから、反撃してくれれば、北朝鮮の方がむしろ負けるって。でも、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証が、一体どこにあるんだろうな。日米安保条約があるじゃないかという声もあるが、ウクライナとロシアの争いに対して、良き仲裁者を演じるかを思われたアメリカは、ロシアに対して経済的な警告しか与えることができず、自分の投入を明確に否定したことで、ロシアに侵攻を決断させた一面は否定できないぜ。つまり、日本は日米安保条約にあぐらをかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないかっていう、そういうリスクをしっかりと認識して、自分の国は自分で守ることを考えなくてはならないってことだね。ウクライナ情勢がどうあれ、南西諸島の島民の間では危機感が以前と比べて増している実情があるんだ。にもかかわらず、沖縄県知事と現地メディアはその危機感についてあえて触れないようにしているのか、それとも分かっていて触れないのかはわからないけど、県民がみんな気づいている明確な脅威について、報じることもなければ、対応について語ることもないよね。辺野古の海を守れ、普天間の基地をなくせ、アメリカの基地は沖縄にいらない。そういう報道は常日頃からなされているけど、ではそれらの全てが実現した時、赤色の国旗が掲げられていても平気なのかな。マスコミも偏向報道を指摘されないようにするためか、中には沖縄独立論を打ち出すマスコミや専門家も出てくるありさまだしな。独立したとして、それは中国の属国としての沖縄を目指すことになるのかどうかはわからないが、何かしらの政治的意図を持った、別の意味の偏向報道であるとも取れるよな。さて、そんな状況下において、日本政府が敵基地攻撃能力について真剣に検討を始めたことは、非常に喜ばしいことだよね。敵基地を攻撃するなんて、戦争をする国になってしまうとか、憲法9条があるのにという報道はどんどん聞こえてくるけど、皆さんに誤解されたくないから説明していくよ。ここで言う敵基地攻撃能力とは、日本の領土が攻撃される、日本の国民の生命や財産が失われる非常時において、その危険が明白になっている時に、初めて行われるものなんだ。一部の活動家が煽っているけど、領土的野心を持って敵基地を攻撃するのではなく、日本の領土、国民の生命や財産を守るために攻撃をする防衛のための攻撃であること、そのことをぜひ誤解しないようにしていただきたいと思うんだよね。敵基地攻撃能力を一番に行使する可能性が高いのは、北朝鮮だよ。2022年になってから、超音速ミサイル、弾道ミサイルなどの発射実験を繰り返し、すでに正式採用されたミサイル群は日本をターゲットに配備されていることは間違いない情勢で、日本としては撃たれる前に攻撃して、その能力を奪っておきたいところだね。北朝鮮のこの行動は、日本のミサイル防衛は機能するのか、日本の防衛システムに対する根源的な命題を突きつけたとも言えるわけで、どんどん北朝鮮の行動がエスカレートするたびに、日本では敵基地攻撃能力についての議論が沸騰する、そんな展開がしばらく続くのではないかと思われるよ。現在の日本のミサイル防衛システムは、核弾頭を搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されているけど、発射時より弓なりの軌道を変えて飛翔する弾道ミサイルの場合、着弾地点の予測が比較的に容易なため、それらに対処する仕様となっているのが実情だね。だけど、近年北朝鮮が実験を繰り返しているミサイルは、変則的な軌道を核とされている新型の弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して目標に向かう巡航ミサイルであり、現行の日本のミサイル防衛システムが果たして通用するのかどうか、大きな問題に直面しているってわけ。日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在だよね。北朝鮮の動向によっては、それらの戦力が第一次攻撃を行ってくれるであろうことから、日本に対する先制攻撃を実際に北朝鮮が行うかといえば、まず自国本土の防衛を優先することになるだろうし、仮に、北朝鮮が先制攻撃を行っても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃に自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることは現実であり、北朝鮮もそのことを十分認識していることから、これこそ抑止力が機能している状況とも言えるよな。ちなみに、周辺を敵国に囲まれているイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれる防空網を構築しており、その精度は弾道ミサイルのみならず、兵士が携帯して発射するロケット砲すら迎撃する防空網となっていることから、周辺敵国に対してもかなりの脅威を生み出しているよ。とはいえ、このアイアンドームといえども、敵のミサイルやロケット弾を迎撃するには、その目標1箇所に対して2発の発射を行う必要があるため、物量に物を言わせた波状攻撃を仕掛けられてしまえば完全な防御ができなくなる場合もあるみたい。同様の状況下にある国といえば台湾もこれと似た状況だな。圧倒的に優勢な中国軍に対し、多数の地対空ミサイルを配備して中国軍の航空機の接近を阻止する戦術をとり、有効な防衛網を構築している状況だが、昨今では中国軍機が威嚇的に台湾領空を侵犯する飛行を繰り返していることから、これらの威嚇行為に対してどのような対応をするかが課題となっているぜ。台湾は、2021年以降にアメリカからイージスシステムの更新契約や、最新型戦闘機の購入契約などを立て続けに締結しており、明確な同盟関係ではないものの、アメリカの傘にいることを中国にしっかりアピールできている状況だよ。そのことも、台湾が自国を守るために必要な行動と協議を示したものであり、日本もぜひ見習うべき部分だと思うね。では、日本の敵基地攻撃能力に話を戻そうと思うよ。他国が様々な知恵とパワーバランスを保ちながら自国の防衛に勤しんでいることは明らかだけど、やはり有効な兵器の存在が、敵国の侵略意欲を削ぐ効果があることは否定できないんだ。日本では、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局やその背後に控える中国海軍の艦艇の接近を阻止するため、2019年3月に奄美大島、2020年3月に宮古島への12式地対艦誘導弾を配備したよ。12式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM1 回と呼称されているね。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程と言えるほどではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長を行うことを決定しているよ。さらに、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだけど、この部分まで性能を高めることを想定しているみたい。また、重装は車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によって、いつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する効果的な威圧を行うことを目指しているよ。現代の国際情勢において、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか現実的な対応策はない。そのことは、ロシアとウクライナの状況を見ても明白だよな。一二式地対艦誘導弾の改良型は、まさにその報復的な反撃が可能な兵器であり、敵基地攻撃能力を十分に有することのできる、日本の国防に欠かせない兵器だぜ。にもかかわらず、日本が敵基地攻撃能力を持つことを憲法違反などと叫ぶ人々には、これ以外の方法で国を守ることのできる方法をぜひ示していただきたいよね。その上で主義主張を唱えていただきたいと思うのは、多くの良識的な日本国民が思っていることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。